瀬口マークは7番高尾武文、さらには6番丹波福道もこの動きに乗っていきまして3番手まで来ています。九州勢前を抑えて2番瀬口から7番高尾、あるいは6番丹波福道、さらに乗り換えて5番阿部利光、4人を送り出していって3番町田勝志は5番手です。先頭2番瀬口匠で残り1周半ですが仕掛けていきました。3番町田勝志果敢に前を叩きまして2番瀬口は再度叩かれて4番手か3番手、4番手です。後方から5番阿部利光も一気のスパート、3番町田の外から並ぶ間もなく一気に短期がまし、5番阿部利光最終周回2コーナーではリード7写真作りました。懸命に追っている3番町田、2番瀬口がそこに入りまして、その後4番の松岡が4番手、先頭は5番の阿部利光、リードを守れるかどうか。2番手は3番町田と2番の瀬口、この両者2番手争いですが2番の瀬口が直線では2番手に上がった。先頭5番阿部利光、阿部利光逃げ切って降臨、2着は2番の瀬口匠、3着7番高尾武文。